よし、じゃあ今回はいよいよ他のサブストーリーを全て完了させると出てくる最強の敵と戦いに行きましょう。行ってくるで、兄弟。で、ちょっと行く前にさ、今の真島さんの状態について少し話しとこうと思うんだけど、今真島さんね、この刀身の護符っていうのを装備してるんですよ。まあ、これは龍が如くではおなじみの装備品なんだけど、今回は CP の交換で一番最後に手に入ったんだけどさ、まあこれの効果が装備してると戦闘中常にヒートゲージが回復していくっていう、まあ超とんでもつよつよアクセサリーでさ、だからちょっとこれつけてるとややチート臭いかなっていうところもあるんだけど、強すぎて。まあでもせっかく苦労して手に入れたので、今回はこれ使おうと思うんですよ、刀身の護符で。まあその代わりっていうわけじゃないんだけどさ、今桐生さんも真島さんも意図的にちょっと成長を抑えてんのね。っていうのはこの2人を成長させるためのスキルツリー的なやつ、これがね、伝説スタイルだけちょっと仕様が違うんだよね。今これあと1箇所で全部埋まる状態にしてるんだけど、画面の下にレベル2って出てるでしょ。これ全部パネルを埋めるとね、一旦全部リセットされて次のレベルに進むっていう感じになるんですよ。今レベル3に切り替わったけど、でこれでまた一つ一つ埋めていったら、なんかもうどんどん真島さんが際限なく強くなってくみたいな感じになるのね。だからまあお金はいっぱいあるんだけど、これちょっとやりすぎると強くなりすぎちゃうかなっていう感じがするので、今意図的に止めてんのね、レベル2を埋めたあたりで。今でも十分強いし、なのでまあ刀身の護符を使う代わりに成長を抑えた状態で行ってみようっていう感じだね。まあでもこれから戦うやつがどのぐらいの強さなのか分かんないからさ、やってみないと。もし手に負えないようだったら、こいつ戦いの最中に成長しているみたいな感じにするかもしんないけど、まあとりあえず行ってみよう。闘技場行くぜ。最強の敵あれ、これもしかして470円で向かってる初乗り料金で行ける距離にあんだな、闘技場あ、やっぱりアモンだ。我らアモン一族、誇りにかけて真島五郎を抹殺する。いや、もっと華麗にするか。我が絶技の結晶を心ゆくまで味わえだなもしかして今練習してます？かっこいいこと言おうとして。来たよなあ。おいお前、あ、やっぱここ龍が如く3で使ったマップだな、この闘牛場。ああ、やっと来たか、待っていたぞよほど暇を持て余してたんだな。セリフの練習してたもん。お前が俺にあのメッセージを送ったのは。ああそうだ、ちゃんと読めたようだな。お前なら俺の心理を理解すると思っていたぞ。やたら難解な暗号だったけどね。当然や。それでお前、蒼天堀に何を仕掛けようとしとるんや。ああ何、蒼天堀だと。あれ、噛み合ってないですよ。ああせや、お前が誰かは知らへんけど、蒼天堀をお前の好きにはさせへんで蒼天堀愛強くなったな、真島さん。この町は俺を閉じ込めてる檻やみたいな感じだったのに。ああサンシャインあるからかな。え、どういうことだ。ん、あ、お前何言うとんねん。蒼天堀に悪さしようと企んどるんとちゃうんか。いや、そんな気はないがそういえばあのポケベルの暗号では別にそういうこと何も言ってなかったよね、蒼天堀をどうこうみたいな。え、お前本当にあのメッセージを読めたのか。え、当たり前やないか。お前の目的は全部まるっとお見通しやん
勝手に勘違いしてるよね、真島さんが。そうか、さすがだな。やはり知っていたか。では改めて名乗らせてもらおう。我が名はアモン・ジョー。あ、アモン・ジョーって龍が如く1で桐生さんが戦ったやつじゃない？そう、アモン一族っていっぱいいるんだけどさ、アモン一族の名を背負いお前に会いに来た。じゃあ桐生さんが戦うのは違うやつなのかな、今回は。アモン・ジョー、お前が我が一族の好敵地に足る男かどうか見極めさせてもらおう。我が一族伝統の絶技をその身に受けられること、生涯最後の栄誉に思うがいい。苦しむ間もなく冥府へ送ってやる。これ練習通り？練習通りのセリフ？ふ、面白い。ほんならこっちも遠慮はいらんな。全力で相手したるわ。さあ聞くがよい、我が魂の叫びを。なんかダサいんだよな、いちいち言葉のチョイスが。あ、もう戦闘？話が早いね。よし、行くぞ。アモン、これは挨拶代わりだ。ビタミン取っとけや。これね、所持品にみかんがある時だけ出せるヒートアクションなんですよ。で、あ、これ堂島の流スタイルじゃない、こいつ使ってんの。マジか、桐生さんと戦ってるようなもんじゃ。何その動き、これは強敵だな。でも刀身のゴフのおかげで常にヒートアクション使えるからな。いろいろ試すか。堂島の竜スタイルだったらこれ使えるな。ほら、ガードを破られた時に出せるヒートアクション、オッケー。ヒートアクション使っても使っても、ほらヒートゲージ回復してくからさ、こんなん使い放題だよ。かかってこいよ。へい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 。あ、くそ。よし。これちょっと強すぎるな、刀身のゴフが。ヒートアクション出し放題だもん。あと素手で出せそうなヒートアクションは、お、今の師匠に教わった。え、あれ、これ知らないヒートアクションだ。なんかドスパクったんですけど。アモンのドス、すげえ。こんな武器あるんだ。ちょっとこれでヒートアクションぶち込みたいな。オッケー。でもなんかそういえばあったな、相手が武器を隠し持ってる場合、その武器を奪い取って出すヒートアクションみたいな。初めて出したわ。あとはスラッガー行くか。オーケー、かっこいい。うん、特に用意した武器を使わなくても出せるヒートアクションからどんどん出していこう。普通のスラッガーの極み、ほらノーマルバージョン。あとは剣貸しスタイルでなんかあったっけな。うお、やるな。後ろ取ったと思ったのに。おら、これだ。よし、相手がつかみを振りほどいた時に出せるヒートアクション。あ、結構いけるじゃん。ねえ、もしもの時のためにいろんな武器持ってきたけど、最終的には使うことになるかもしんないけど、武器なしでも全然戦えてるぜ。まあ、半分以上刀身のゴフのおかげだと思うけど。ヒートゲージ常に溜まってるって強いんだな。予想以上にチート状態だったわ。いや、でも強いぞ。まあでも桐生さん側もあるし。うお、かっこいい。桐生さん側もあるし、こっちはでもサクッと倒しちゃってもいいかな。この刀身のゴフめちゃくちゃ強いけど、今作ではなんか真島さんでしか手に入らないっぽいんだよね。桐生さんではこれ使えないんですよ。だから桐生さん側の方が苦労しそうだな。あ、そういえばこういうのもあったな。剣貸しのネックレスとか、剣貸しスタイルの時攻撃力が増す。あ、これつけとけばよかった。
あるんですよ、そういうのも。でも素手の状態で出せるヒートアクションはもう大体出したかな、サクッと出せそうなやつは。ちょ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 、止まらねえなこいつのラッシュ。おっしゃ全部入った。うわ返してくるな。つかみは、つかみ技は使えないものと思っていいな。振りほどきのやつは使えるけどヒートアクション。おーかーかっこいい。まあでもワンパターン、あ、てかなんかいつの間にか、あれこいつファイトスタイル変わってる、いつからだ。あ、全然気づいてなかった。これ真島さんの伝説スタイルじゃん。うわーちくしょう、相手にするとこんなに厄介なんだな。1対1じゃ使いづらいヒートアクションだと思ってたけど、ちょっと待って、こっちも伝説スタイルいくか。それ用のもあるんですよ、狂犬の首は。シマノの狂犬スタイルの時の攻撃力が増す。こっちもやったるわ、同じスタイルで。よっしゃ、うおーくそ。え、でもなんかこっちが使うとあんまり強く感じないな。敵が使ってる分には強く感じんのに。狂犬スタイル、狂犬スタイル敵がたくさんいるときはいいけど、強いやつと1対1のときはなんかあんまり使える感じしないな。セラさんと戦ったときは結構いい感じだったけどね。難しいな扱いが。これだったら普通に喧嘩しスタイルの方がいいかもしんない。てか堂島の竜スタイルだった時より強く感じる、さっきまでより。刃物だからガードできないしね。厄介だな、こっちが使うと大したことなく感じんのに。くっそ返されるしガードが効かない。逆にスラッガースタイルにしようか。ちょっと待って回復させて。うわ結構使っちゃってんなスタミナ。スラッガースタイルならバットなのでガードできるはず、しっかり。うんで、しっかりガードしてからヒートアクション。これずるいな。この戦法が成立すんのも刀身の5分のおかげだもんね。はい一通りガードして、あちくしょ出し飛び出た、くそー。はい一通りガードしてフルスイング。でもこの戦法やんだったらいろんな武器使ったりしようか、せっかくいろいろ持ってきてるし。例えばドラゴンドライブ、最強のゴルフクラブね。これにして、ほら立てよ、ナイスショー。結局こうなるな、アモン戦は。ちょっともうどんどん削っていこう、あいつ体力ありすぎるんだよ。まともに戦おうと思ったけど、これいつまで経っても終わんないわ。逆にこっちが削られていくし。よしトンファー行くぜ。引き寄せてぶん殴る、かっこいい。よし行くぞ、次はこれ行こうか。2本の清流刀、これのヒートアクション見たことないかも。へい、あこういうのあるんだ。え、かっこいい、これめちゃくちゃかっこいいな。初めて見たわ、これ死ぬでしょ。なんで死なねえんだよ。あでも体力の底見えてきたな、アモンの体力ゲージが色鮮やかになってきましたよ。これかっこいいわ。こんなの何発も食らってなんで無事でいられるのこの人。おかしいよ。あと使ってないのはトンファー、トンファーじゃねえ、ヌンチャク、まあ、ヌンチャクっていうか鎖鎌なんだけど、これはヌンチャク扱いのはず。
行くぜ。股間を強打。股間打たれて悶絶するアモンが見れるとはな。まさか。おら、だいたいヒートアクションが出せそうな武器では出したかな。あとこれか、大流走、長い棒ね。これでもヒートアクションあったはず。やめて。よし、カモン。かっこいいぜ武器さばき。よし、残りちょっとだな。やっと体力ゲージがあと1本になった。ちょっとこっからは真面目にやろうか。うわー強い。真面目にやると強い。うおー、あぶね。よっしゃー、しっかり入った。うーくそー、やめろー。うー強い。うおー、コメキさんに教えてもらったカウンターで倒してやったぜ。最後はよかった、勝てた。まあ刀身の5分のおかげで割と楽勝だったね。あれ強すぎるな。そんなバカな。なかなかやるやんけ。思ったより手こずったね。さすがマジマゴロというわけか。一族の長である親父が気にかけるだけのことはある。親父に言われて呼び出したの？あ、お前なんで俺の名前を。初仕事とはいえこんなことでは親父に顔向けできん。初仕事だったんだ。こん時はアモン・ジョーもペーペーだったんだね。殺せ、生き恥をさらすわけにはいかん。あ、何アホ言うとんねん。勝負はついた、これ以上やる必要はない。クソ、なんという恥辱だ。だがこれも天が俺に与えた定めか。俺の戦いはこれから始まるのだ。なんやって？なんやと？俺はこれから17年くらい鍛錬を積み、17年後龍が如くワンだな。究極の技を身につけ、必ず最強の称号を我が一族のものにしてみせる。俺をここで殺さなかったことを後悔させてやる。まあ後悔するのはお前じゃないかもしれないが、そのとばっちりを桐生さんが受けるんだな。17年後、さらばだマジマゴロ。ははははは、終わりか。勝てたぜ。あとは桐生さんだな。ようわからんやつやったな。だがこれで蒼天堀の平和は守られたで。それは勘違いしたままなんだ。ん、何か落ちとる。なんだ？アモンのサングラス。ああ、これ極みにもあったな。アモンのサングラス装備品。闘牛場におったらなんやステーキを食べとうなってきたな。蒼天堀に帰ろうか。牛見てないのに。よし、サブストーリー100終わり。これで、あっしゃ、サブストーリー40個完了。これを達成するのを楽しみにしてたんだよ。いや結局ね、無理だ無理だと言ってきたけど、やっちゃったよ。達成目録 100%。 これもう本当に苦労したんだから。いや本当に無理だ無理だと言いながらもやり始めたらさ、コンプリートしなきゃ気が済まなくなっちゃって、特にミニゲームが大変だったよ。麻雀とかさ、麻雀よく分かってねえのになんとかやったもん。カジノとか賭博とかも種類が多いからさ、これ一個一個やってくの大変だったし、頑張りました 100%。 やったー。でアモンのサングラス、これはあらゆる武器を装備した際の攻撃力が増す。うん、まあ強いんだろうな。アモン倒してやっと手に入るとき、手に入るぐらいだし。キリュウさんがこのアモンのサングラスつけて黄金銃撃ちまくったらもう無敵感あるよね。
よし、じゃあ同じく桐生さんでも闘牛場に行ってきましょう。470円で。カムロ町からも470円で行ける距離にあるんだな、闘牛場。割とポピュラーな存在なんだね、この世界では。さあ来ましたよ。うん、やっぱさっきとは違うやつだな。おい、てめえか、俺を呼び出した野郎は。あ、ちょっと老けてるな。え？黙ってないで何とか言いやがれ。我が名は、そう、そう。はじめって読んだりするかな。アモンはじめ。一族の長として貴様を呼び出した。ち、どこの一族だか知らねえが、それが俺に何か関係あるのか。要件があるならさっさと話してもらおうか。私は夢を見た。長き孤独に耐えた一人の男が少女と出会い、お、天かける竜のごとくその道を極める姿。17年後の桐生さんだ。最近よく未来のこと言われんね、桐生さん。あの占い師といい、そしてその男は伝説と呼ばれるまでになり、最強の名を欲しいままにする我が一族の繁栄を阻む存在となる。それが貴様だ、桐生一馬。ダサい。なんか動きが。何を言ってるのかよくわからねえが、てめえが俺と戦うためにここへ呼び出したってことだけは分かったぜ。ほう、それを悟りつつなお、おじけづくことなく私と対峙する度胸は褒めてやろう。だが世に最強と呼ばれる男はただ一人、そしてそれは我が一族のものでなければならない。いいだろう、俺も黙ってやられるわけにはいかない。そっちがその気なら全力で相手してやるぜ。もはや言葉は不要、潔くここで散れ、桐生一馬。割と戦う動機が浅いよね。ちょ、待って待って待って。何その大砲。いや、ちょっと待って待って、最強の男とかそういうのじゃないでしょ、そんなの使い始めたら。とりあえずビタミン取っとけや、おら。よし、挨拶代わりにみかん食わせてやったぜ。ちょっと待って、危ねえ。何こいつ、この弾どうやって避ければいいの。もうこれ当たらないことを祈るしかなくない、こんなのさ。あー、食らっちゃった、熱い、めっちゃ食らう。よっしゃ、起き上がりの時に出せるヒートアクション、かっこいいぜ。ちょい、これつかみとかできるかな。あー、振りほどかれちゃうか。待ってくそー、あ、なんかピヨった、いいねー。ちょっと待って、真島さんの時と全然趣が違うじゃん、こういうのじゃないでしょ。あっ、ちくしょう、最強の男を決める戦いってこういうのじゃないでしょ。熱い、これなんだよ、危ない、くそー。おら、一応キルさんがいる場所を狙って弾を落としてくんのかな。何そのビーム、ちょっと待って、死ぬ、すげえ死にそうになってる、これはまずいぞ。だとしたらこう一気に間合いを詰め、あー、くそー。これもう手加減してらんないな、まともにやっちゃダメだ、武器攻撃どんどん使ってこう。バット出して、おーら、あ、ちくしょ、ヒートアクション出し損ねた。あれ、ヒートアクション出せないな、一瞬右上に極みって出たはずなんだけど。撃ってる最中はできないのかな、ヒートアクション。そのせいか、あぶね。ちょ、待ってくださいよ。あ、くそ、ヒートゲージがなくなってしまった、いろいろやってる間に。これ難しいよ。ちょっと待って、いいこと思いついたぞ。伝説スタイルに変える。で、絶倫ハブドリンクで、この絶倫ハブドリンクってやつ、絶倫くんとの絆を
最後までやると変えるようになるやつなんだけど、これヒートゲージマックスになるんですよ。でちょっと待ってください、危ねえ今スローモーションに見えたわ。で伝説スタイルにはちょっと間合い離れた場所からでも、うん、出せるヒートアクションがあるので、近づかなくてもヒートアクションをぶち込める。である程度近づいてから、あーこのままでいいか、バット出して、あーくそ、そのままバットのヒートアクションもぶち込もうと思ったのにうまくいかねえな、くそ。もうそっちがその気ならこっちもやるからな、黄金獣。これもう、ああ手段選んでる場合じゃねえわ。まだ全然削れてないもんね、体力。ちょっと待って、それなしでしょ。おら、あぶねえ、今ギリだったな。こ、よし、モーションが分かってきた。ちょっと待って、これ何の戦いだよ、大砲と黄金獣の戦いって。間合い離れたとこだからだとあのビーム出してきやすいんだな、あの破壊光線。ちょっと待って、黄金獣たくさん撃ってヒートゲージ貯めたら別の武器に持ち替えてヒートアクションを出したいんだけどな、クソ。ちょっとあえて離れたとこから、うん、このビームを誘おう、誘って、おっしゃ、これだー、ぶっ刺してやりましたよ、クソが。よし、パターン分かってきたな。うん、なんか今変な音してなかった？え、なんかヘリみたいなの来てるんですけど、何あれ。あ、なんか落とした、ちょっと待って、あー、なんか飲まれた、これ何、一時的に、ちょ、なんかすごい椅子落としてくる、死ぬ、ちょっと待って、何が起きてるの今。なんで真島さんの時あんなまともに戦ったのにこんな目に遭ってんの。え、これどうやって戦おう、めちゃくちゃじゃん、ちょっと待ってよ。おら、でもなんかさっきヘリがドリンク落としたけど、あれなんか取った、あ、これ、おら、これどういう効果なんだ、強くなってんのか。でもよくわからないな、ちょっと、あー、あいつが飲んだ、これもしかして無敵になる、このドリンク飲むと一定時間。なんかさ、蒼天堀の川底の闘技場でさ、そういうバトルがあるんだよね、出現するこういう飲み物を飲むと一時的に強くなったりするみたいな、それなんじゃないのこれ。あー、あいつも取り上がった、なにこれ、喧嘩商売の十兵衛対金田みたいになってんじゃん、ドーピングしたもん勝ちみたいな。ちょっと待って、あいつが、あのヘリが落とすドーピングアイテムを見逃さないようにしよう。で、よっしゃ、次ドーピング取ったら仕掛けに行く。あと何使おうかな、長い棒とか使おうかな、大流走、これは桐生さんだと伝説スタイルの時しかヒートアクション出せないんだよね、この武器。よっしゃ、出した、おら、さあどうよ。あとはドラゴンドライブ行くぜ、アモン、ナイスショー。でこいつがダウンしてる間に、あ、ドリンクあった、よし、ドリンクがあるかどうかを確かめて、ちょっとなんかもうすごいメニュー開かなきゃいけない感じになってきた、戦闘が。一旦黄金獣撃ちまくってヒートゲージを貯めて、あー、クソ、あいつ無敵ドリンク飲みやがった、クソが。もうなんだよこれ、こんな戦いがしてんじゃねえんだよ俺は。死ぬ、もうメニュー開くタイミングもなかったわ今の。クソ、ふざけんなよ。再挑戦でもいいかな。もうさ、キリュウさんが攻撃受けてのけぞってる間とかはさ、もうメニューも開けないの、回復したくても。
だからあの椅子連続で食らったらもう積むんだけど、あーもうこの大砲からやんのめんどくせえ、くそふざけんじゃ、あドリンクドリンクドリンクで、ドリンク取ったらすぐにヒートゲージを回復して、で武器を取り出してヒートアクションをぶち込む、イホースタンガン、よしこれの繰り返しだ。でヒートゲージ1回、ヒートアクション1回ぶち込んだらまだ無敵時間が残ってても、よしや取った、次のドリンクを狙いに行く、これの繰り返しよ。でヒートゲージ回復して、ちょっと待って、出したいヒートアクションあんだよ、いった、おら、めちゃくちゃかっこいいやつ、あと1回だな、ちょ、あ、ドリンクあった、よっしゃ終わりだこの野郎、おら、あーまだ終わってない、よっしゃ倒したもう本当に手段選ばず本気でやったわ、あらゆる手を尽くして。いや、真島さんの方前座だったな、強かった、こっちいきなり大砲取り出してくんだもんな、最初からおめえいい加減にしろよ、よくそれで最強の一族とかほざけたな、まさかこの私が恐ろしい技の使い手だった。てめえの言うその一族ってのはみんなこんなに強いやつらばかりなのか。いやいや、こいつのは強さとは別でしょ、兵器使ってんだからドーピングと。くっ、貴様に話すことなどない。だがいつの日か、きっと17年後くらいだが、具体的我が一族が貴様を倒し最強の称号を手にする、その日を楽しみにしてるがいい。17年後、具体的だな。まあ、この17年後の龍が如く1で桐生さんは真島さんが戦った方のアモン・ジョーと戦うんだよね。はじめという男、強敵だった。よくわからないが、奴ら一族とは長い付き合いになりそうな予感がする。恒例だからね。結局、アイム・オーンの謎が解けなかったのが心残りだが。ん？アモンってことじゃないの？ん？何か落ちてるな。アモンのサングラス2つ目。これは2人とも取れるんだ。うん。いやー、これ装備して黄金銃撃ちまくりてえな。よし、まあでもこれで終わりだな、すべてのサブストーリーが終わったわけだ、もうここに用はないな、カブロ町に帰ろう。サブストーリー94、一族の王さ。おー、埋まったぜ、サブストーリーも全部やったし、達成目録 100% だし、やりきった、これはもうやりきったと言ってもいいんじゃないか。この達成目録 100% ってのがね、まあ達成したらトロフィーが取れるんだけど、トロフィーの取得率が 1.6% だったので、割とゲームによってはプラチナトロフィー並みのね、取得率なので、いやー、なかなかここまでやった人は少ないってことだよね。達成感あるわ。じゃあ錦山のこともだいぶ待たせちゃってるので、もういよいよだね、いよいよ次回芝浦に乗り込みましょう。ああ、なんか寂しくなるな、終わっちゃうのも。もう次回やり始めたらもうノンストップで最後まで行くことになるでしょう。お疲れ様です。じゃあまた次回よろしくお願いします。最後まで見届けてやってください。ありがとうございました。